ようやく喋れるようになったので話します。コラボしてくださいって迫ってくる人みたいなのがいたんですけど、その標的が霧崎家になったことがあって、半無理やり強制的に肩まで入れられるぐらい結構過激的な感じで、いろんな方は被害に遭ったらしくて、僕たち家族もすごい怖かったです。寮にその頃その人来るかもしれんから、家出るときマスク絶対つけて、もし喋りかけられてもね、無視してって言っとったよ。でママね、1週間ぐらいずっとドキドキしながら外で撮って、仕事行くときとか買い物行くときとか、もしおったらどうしようと思って。前はメンタスポーラを一緒にやりたいなと思っておりました。バカだかお前、一緒にメントスコーラしてお家に招いて一緒にコーラ飲もうかなと思っとってんけど来なかったね。っていうのは嘘で、学校に行く時とか夜ちょっとコンビニとか行く時にもしかしたらいるかもしれないと思うとすごく怖くて、毎日ドキドキしながら過ごしてました。ツイッターにお願いリストってのが挙げられてて、ターゲットを一覧にしとってん。彼は自分で7組おって、その中の1人だけ来てんので、あんたはこの中に入ってるわけや。7組の1人や。今度よかったいね。したら大変やよ、何されるかわからんよ。中に桐崎の名前が思いっきりあって、こいつらの情報がすごく欲しい、こいつら以外の情報はほぼ揃っとるからいつでも行けるって、恐怖でしかないやん。そのリプの欄に桐崎エイジの住所晒されとるやん。もともと晒されとる前に、いつ来てもおかしくなかった。誰のせいやと思っとるん、こんな住所バレたの。あんたのせいや。とりあえず静岡から一旦離れます、明日から石川県に向かいますってリプもしとるやん。あ、これ見た。みんなどんなことされとったの。ストーカー行為、永遠についてくるんやん、カメラ持って。でも車乗ったら無理やし。それでもついてくる。ついてきてどうするの。ずっと撮影してくる。何が面白いのそれの。俺が聞きたいわ。くだらんやん、そんなことするの。でも自分されたら嫌がるらしい。自分されて迷惑のことは他人に対ししたらダメって当たり前やろ。そんな常識もわからん。いい年して自分から俺から情報を発信すると彼の知名度を上げて売名になるだけなので。今日って朝からテレビでようやっとったね。動画では言いたくなかったんですけど、結構家族みんな普通に鬱になるぐらい嫌でした。仕事から帰ってきた時とかもおるんじゃないけど、やっぱ周り見て車から降りとったし、どこにおるかわからんやん。学校から帰ってきた時も逃げ道を考えてました。この人学校の帰りに家の前っておったら、相馬さんと碧翔さんおって、あの人らこの時って赤髪と緑髪やったりね、うちの前に不審者おるって思って、この人田んぼ道逃げてんよ。めっちゃ泣いてたもん。精神的に嫌なことされて辛かったんですけど、なんとか彼の思い通りにさせたくないって思いでぐっと胸にこらえてました。舞とお母さんとお父さんは顔出ししてないし、じいちゃんばあちゃんも体調悪くて、何か被害に遭って怪我したら取り返しがつかないんで。でも勝手にうちの中入ってきたらそれはもう捕まるよ、人のうちに勝手に入ってきたら。けど彼は入ってくる。家に誰かが来たらすぐ警察に通報しろって、家族全員には自粛期間中警戒させてましたね。ずっと自粛期間やったからみんな外出てないから家におる率高いがいね。だからその人も来やすいよね。いろいろあってテレビニュースにもなってるんで、売名も何もないかと思うんで、満を持して説明させていただきます。何をされたか、そして僕がどういう思いをしたのか。結果的に霧崎家には来なかったんですけど、いつ来るんやろうとか何されるんやろうとか、そういうこと思いながらやっぱりしばらくおったし、その人とは別の全く別のアンチの不審者が家に来て、僕の家に1週間ずっと張り込みされてました。そして家の窓に落書きをされました。家族みんなで情報共有して、もう家から出ないでおこうっていう。その時は1週間ほど家から出られなかったですね。近所のスーパーに食べ物買いに行くとかいう気軽な買い物も一切禁止で、完全に家族みんな閉鎖空間にいました。その別のアンチは家をずっと張り込みして、家族が家から出てこないから諦めて帰ったりもしてたんですけど、何回も行ったり来たりしてて、そいつをいるいないって気にする精神状態が本当に嫌で迷惑でした。張り付いとったらやっぱり精神的に苦痛やわね。ファンの人ならわかるよ、近くに降りたいって、あんたが出てくるとこ見たいとか、家から出る姿見たいとか近づきたいとかわかるけど、あの時も本当に怖かったね。家に落書きされた時は何かと思ったわ、なんか物音したもん。その時の映像がこちらです。どちら様ですか。匠です。友達から住所聞いたんですけど、ここに来たら会えると聞いて来ました。入れてほしいです。はい、帰る。入りません。会いたいんですよ。え、よう誰不審者事務所とかにも勝手にうち来たらダメって、来ても入れたらダメって言われとるげん。よし、入れんげん。悪いけど帰ってもらっていいか。いや、あそこなんとか。いや、ファンならやっぱり迷惑するようなことしたらダメやよね。この子が嫌がることしたらダメじゃない。近所の迷惑もあるし、この子一人で住んどるわけじゃないから、やっぱ来てもらったらすごい迷惑ね。帰ってもらえるかな。え、でもどうしても会いたいんですよ。いや、こんなクソに会ってもしょうがないから。いや、クソじゃないですよ。いや、あそこなんとかお願いしますよ。一人のファンの子に会ったらこの子は全員に会わんなんなるげん。それを許すと。インターホンを鳴らし方だって、こんな鳴らし方したらやっぱり迷惑やん。そこはちょっと考えてほしいな。だからそれが迷惑やっつっとるげんって。帰って。住所って誰から聞いてん。地元の先輩です。いや、誰でもいいやん、それは関係ないのに。そこ誰に聞いたとかじゃなくて、こうやって来ることがダメやって言っとるねん。何が目的な。いや、あんたに会いたいって言っとるもんね。他に何かあるわ。ハグしたいです。3日間お風呂入ってるらしい。臭いよ。いや、その匂いが止まらんもんっすよ。お願いします、開けてください。開けてください。どうする、こんなしつこいのダメやろ。本当のファンやったらそんなことしんよね。ここまでしないと会えないと思ったんで、出るまでその前に立ってます。じゃあずっとそこにおらんか。警察呼ぶよ。じゃあ握手だけ外でするか。ダメやって、危ないって。これ全国に晒すぞ。いいですよ。何県から来たん。岐阜県飛騨高山から来ました。そんな遠いとこからはるばると。会いたいです。ダメです。やっぱハグは地球を救うんで。ちょっと頭おかしいんじゃないですか。一回だけでも入れてほしいです。遠いとこからわざわざ飛騼高山から来たかもしれんけど、帰ってください。ありません。迷惑です。どうした。
ファンの人がうちまで来とるんや。ほんでうち入れてくれって、両手ハグしたいって言うんや。でもそれ許したらダメやいね。だから帰ってくださいって何回も言っとるんやけど、帰らんの。どうすればいいと思う？ハグしてあげればいい。どこにも、何でも近づいたらダメやって。うわ、妹にも会いたいっすわ。写真撮ってください。ごめんなさい、私はちょっと事務所 NG なんで。付き合ってください。すごくイケメンじゃないとちょっと無理かな。あんた何会話しとるの？ダメやろ。大好きなんで、その思い伝わりませんか？ごめんなさい、私はちょっと好きではないので。妹には手を出さないでください。お願いします。お願いしますよ。もう帰って。こっちだってやりたいこといっぱいあるんで、あんたらのせいで何も集中できん。そこはなんとかお願いしますよ。会いたいんですよ。迷惑なんですよ。迷惑ですよ。迷惑やし、帰って。じゃあちょっと自己紹介して。龍源から来た、冴島大河です。かっこいい名前じゃない？いろんな YouTuber の家行ったりしろ、もしかして。切り裂きエイジだけで、この家に僕が来た証をつけていいですかね？その証って何？旗でも立てたい。いや、迷惑です。お願いします。あ、そんなも旗なんてすぐおるよ。来られたら困ります。って言っとるのに、どうしたの？あんたのせいや。でもあんたがここのうちに住んどしダメね、まず。なんで俺のせいになるの？なんでや、家から出てけってずっと言っとるのに、何年も前から。何のためにこのうちにおるが？どっか行け！お前、早く帰れ！お前も一緒にどっか行け！あ、もしかして、家のポストにコンローム入れてるのもお前か。僕です。一人しかおらんもん。じゃあ全部この人？5回入れました。ねえ、それ何のために入れるの？嫌がらせしてでもないと会えないと思ったんで、やってしまいました。こういうの結構たくさんあるんで、君以外にも。ほんといつもドキドキして暮らしてる、ハラハラして。ほんと勘弁して。あなた今いくつですか？26です。26でこんなことしとるの？恥じらいは何もありません。ファンで会ってくれることはすごくありがたいんや。ばあちゃんの叩くゲスも聞きたいし、じいちゃんの可愛い笑顔も見てみたいです。じいちゃんとばあちゃん体調悪いから今会えんげん。あそこなんとかお願いしますよ。すぐ帰って、ここから出てて敷地内から。通報してもここで仁王立ちします。このアミューズメントパークにはもう足踏み入れんといてほしいんや。アミューズメントパークなんここ？うん。誰が決めたんそれ？俺が決めた。いい加減しろ。いや、もう会いたくて仕方ないんですよ。もう石川県のディズニーランドみたいな感じなんで、この家は。お願いします、入れてください。一生のお願いです。家族は？いません。昔から個人で育てられたんで、親もいないし兄弟もいないんで、一人寂しく生きてきて感じですね。家族以外に何か大切な人、俺らその友達とかもそうやろ？友達はいません。いや、たまたま道で出会いました。じゃあ君に大切な人ができて、もしもその人が家嫁されたらどう思う？いや、喜びますね。もうこんだけ喋ったし、いいからもう帰らんか？帰りません。お願いします。お願いします。開けてください。ちょっとあー、涼しい。熱いんですよ、玄関。お願いします。あー、手汗飲んだ。痛俺やっぱ家族すごい大切ね。傷つけたくないねんて。指一本触れてほしくないねん、君に。いや、僕は触れたいっすね。今今日暑いし、ね、こんなとこずっとおったら熱中症になるからもう帰って。一緒にスイカ食べましょう。スイカ持ってきました。目隠しして、あの棒持って、スイカ叩きたいんすよね、みんなで。じゃあ手差し伸べて、ここで握手したらもう帰ってくれりゃいいやん。いや、でもハグしたいっすね。それだけじゃ気収まらないっす。握手してください。わかった。あ、手だけじゃ物足りないです。そこはなんとか。いや、自分は一緒に写真撮ってサイン欲しいです。で、友達に自慢したいです。愛は強いです。愛は地球を救うっす。お前らじゃ救えんわ。いや、僕らならできる。自分で恥ずかしいと思わんの？恥ずかしくないです。思ってないです。誇りを持ってます、この行為に。どこに泊まっとるの？寄付会から来て。いや、車中泊で。寮がこの家から出てくしかないね。それしか方法はないよ。なんか他にもあれやろ。あんたここにおる限りずっとこういうこと続くよ。でも俺がおらんくなっても俺がここに住んでると思われるかもしれない。あんたが新居を用意しても、新居行かんしやん、ほとんど。そうや。そこにおれって、新居行け。入れれんげん。ごめんね。寂しいじゃないですか。帰ってください。いつも1回来て何時間ぐらい家におんの？5時間です。いや、もう片方の子は握手してないんで、握手してあげてくださいよ。お願いします。じゃあもう一回してあげよう。なんだりマジで。はい、だりじゃん。あ、これでも神対応やと思います。本当に優しくてかっこいいんで。いや、普通だったらそうする。ディッシュランド行きましょう。僕来る前に石川県のこといっぱい調べてきました。ジェットコースター乗りましょう。一緒に遊びたいです。この子ジェットコースター乗れんげん、怖いマリで。刺激的な YouTuber がたくさんいるんで、それに勝ちたいと思ってやってるんで。誰や刺激的な YouTuber って。メントスコーラお願いします。いや、やっぱあの人超えたいんで僕は。あの人のネタをサンプリングしちゃってるわけやろ。いや、違います。それって一番痛いぞ。フレーズもちゃんとあります。どういうこと？メントスコーラじゃなくてスプライトバナナお願いします。スプライトバナナじゃ帰ってくれんの？帰ります。いや、でもスイカ割りもしたいです、一緒に。あー、スイカ割り忘れてた。ね、真っ当な生き方しなさい。やり直しは何回でも聞く。ここまで来たんですよ。絶対異常あるわお前。サイコパスでもないです。シャブ中でもないです。お前らなんか撮ってるってことなんじゃないの？撮ってません。撮ってないです。今素手です。カメラも買うお金がないんですよ。今コロナの時期なんで仕事がないんですよ。もう危ないからどっかに撮って、そろそろ開けてくれまへんと。こっちも奥の手出しますせ、窓かち割りますせ。お前それやってみざれや。でも桐崎姉さんに会えるんで。今日は朝一からいるんで。パチンコだよお前。いや、やっぱ整理券自分らで作ったんで、1番と2番なんで、やっぱもう過ぎてるんですよ開店時間。他に好きな YouTuber おらんの？セフー。誰や？カメラさんです。2と25日目です、うん、仕事場から解雇されたんです。じゃあ普段は何の仕事されてたんですか？観覧車の整備士です。観覧車の窓とか立て付けが悪くなったりしたら直す仕事なんですけど、やっぱメンテナンスも常にしています。1日1回はします。こういうことしとったらその職失うかもしれんよ。もう解雇
捕されたんで失いました。高校も出ずに毎日働いて、僕には生きがいは何もなくて、桐崎英二さんの YouTube 見て追いかけたいと思ってここに来ました。いや、これそれ本当にありがたいね。頑張ってきたことが無駄になるんじゃないの。毎日街出て喧嘩してました。とんだ歌舞伎もんやな。何屋のアウトロー。いや、見えますけどやっぱかっこいいですね。うん、そっか。このポスト外していいですかね。いや、ダメや。抜かしていいですか。車に大ハンマー乗ってるんで叩いてもいいですか。次僕の仕事が解体屋なんで、やっぱ練習しとかないと仕事にも影響出るんで。どんな喧嘩をしてきた今まで。先輩のチンピラ軍団25人僕にかかってきたんですよ。一蹴りで25人やりました。26歳でそんなこと語るって相当ダサいぞ。やっぱ誇りに思っとるんですよ、自分の生い立ちを。片町行きましょう。行ってこいよ、じゃあ一人で。いや、一緒に行きましょう。パブ行きましょう。パブ。パブってなんや。おっぱいパブ。一緒に行きませんか。お金出すんで。お前とったら体かゆなってくるわ。なんすか、アトピーですか。うん、ちげえわ。俺もういいわ。お前らが来とるって察知したら絶対家から出んから。え、でもずっといます。ちょっと人数増やして家の窓全部に僕の友達つけときます。出てきたら連絡くるようにポケベルも持ってます。やっぱ昭和に生きてきた男なんで、ポケベル持ってないと落ち着かないです。お前バブルの生き残りか。もうやばい、異常です。お前ら西野から一緒に歌いましょう。会いたくて会いたくて震える。ママ、家に落書きされた。はぁ、あ、さっきの視聴者かわからんけど別の人かもしれんけどされた。マジ言っとる。なんでされたん。家に落書きされた。はぁ、マジで。どこにされたん。家の外壁の窓。はぁ、あ、やばいやん。マジで。ああ、どこに書いてあるの。やばっ。何よ、ショックしねって。えぐ、誰こんなもん書いた。これ消えるん。わからん。やばいがいて、ちょっとまず消そう。ちょ、マジこれやばくない。え、やばいよ、なんでこんなことすん。ありえんくない、ひどすぎ。なんでこんなこと書かれんの、あんたが。とりあえずシャワーかけてみるか。こんなもん取れんかったらアウトやぞ。取れるって。取れんって。取れるって。一回マスクつけて。とりあえずこれみんなで掃除しよう。ダメや、これ水で流れるかな。近所迷惑やから静かにこれしよう。ここまでのことされんでもよくない。取れんないね。ありゃー、うそや。取れん、取れんないね。前車落書きされたやんけ。その時の洗剤残っとるから。水じゃないの。マジックリネ取ったから。綺麗に掃除しんと。うん、掃除しよう。取れとるけ。うん、取れとる。こんな子供にさせてママがひどいないね。こんなにしたら掃除したいわ逆に。あんたの部屋を誰がこんなことしたん。あ、これ取れるわ。これでも一応水性なんかな。取れるってことはいつ頃の時間に塗られてんの。知らないね。ここら辺取れんげんけど、お兄ちゃんここやって。前らなんかした。前らただ純粋に動画撮っただけやないね。綺麗に取れるし、よかったね。いや、新しい家に引っ越すか。まあ、それも考えとる。それか俺だけおらんくなるわ。いや、お兄ちゃんおらんなら前寂しいよ。なんか取れんくなってきてね。だから早くしろっつっとるげんて。窓でよかったな。壁やったらもう取れんよ。壁やったら確実に取れんねん。俺家族のために新しい家買うわ。もう文字の原型はなくなりました。もうこんなことしないでください。私たちにこんな思いさせないでください。腕腱鞘炎になるわ。筋肉痛になりそうや。なんで今日に限ってパパおらんが。バス停で帰りずっとつけられたよ。つけられた。あの時怖かった。あの時と同じ怖さがまた蘇ってきたよ。こういうことしてくる人も次は絶対警察に通報しますからね。だいぶ綺麗になったやろ。めっちゃ綺麗になったね。表面は取れるんですけど端側の部分とか全然取れませんね。多分ペンキかなんかスプレーかなんかでやられましたね。被害者家族みたいね。ドラマで出てくる。前がドッキリした時と同じ色やし、車の落書きの動画見てやってんのね。はい、綺麗に元通りになりましたね。めっちゃ疲れたね。30分かかったね。みんなで力合わせたからや。頑張った。今日のビールは美味しいよ。YouTuber やし、こうなるのはしょうがないんかもな。こんなにインク取れてんよ。やばくない。はい、本日よ、綺麗になった。よし、綺麗になった。一応元通りになりました。まあ、何はともあれ家族に被害なくてよかった。家族にも迷惑かかるんで本当にやめてください。お願いします。儚い壁にぶつかっても何度でも立ち上がる。